جاپان سے آئے ہوئے ہمارے احمدی دوست محترم محمد اویس کوبا یاشی صاحب آف ٹوکیو خطاب فرمائیں گے. آپ اس وقت قرآن مجید کے جاپانی ترجمہ کی نظر ثانی کر رہے ہیں, اسی طرح دیباچہ تفسیر القرآن کا جاپانی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. آپ جاپانی زبان میں تقریر کریں گے اور اس ترجمانی کا فریضہ محترم ضیاء الٰہی مبشر صاحب ادا کریں گے. محترم محمد اویس کوبا یاشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.私は日本からこの度カーディアンの第118回目のアハマディア総会に参加させていただきましたマハマッド・アウェイス・小林です。皆様にお会いできて大変感激しております。私の職業は作家です。その関係で聖コルアーンを訳す機会をいただきました。アルハムドリラ。私がイスラムという宗教に興味を持ちましたのは今から50数年前で、大学生の時代でした。そして卒業をしたらいつかイスラムの勉強のためにイスラム教国の現地に行ってみようと思っていました。卒業して数年経った頃、偶然にパキスタンから日本に訪れておりましたタブリーグジャマートのグループと接触することができました。彼らの誘いでパキスタンにやってきたのです。50年前でした。ライビンドというところで3ヶ月修行し、たまたま買い物のために訪れたラホールで、動物園の前で大根を縦割りにして塩と胡椒をつけてもらったものを食べていましたら、一人の紳士が近づいて声をかけてくれました。あなたは日本人でしょう。今も昔もそうですが、一般のパキスタン人には中国人と日本人の区別ができないのが普通です。そこで私は尋ねました。どうしてあなたは私が日本人であることが分かったのですか。するとその紳士は答えてました。私の商売の関係で日本人との付き合いがありますから、あなたの物腰からこの人は多分日本人だと思ったのです。そしてその紳士は私がイスラムの勉強のためにパキスタンに来たことを知ると、私はアハマデヤですがアハマデヤの勉強をしてみませんかと誘ってくれました。その夜ライビンドに帰ってその話をすると、みんなが一斉に私を取り囲んで、とんでもない、あの連中は悪魔の集団であると、食い殺されてしまうと、地獄に落ちると、みんなして私を取り押さえようとしたのです。私は今、1931年生まれの78歳ですが、当時は28歳、若かった。言ってはならない悪魔の集団だと言われれば、なお行きたくなりました。まだ悪魔なるものにお目にかかったことがないので、それは動物なのか人間なのか自分のこの目で確かめてみようと思いました。それで皆様ご想像の通り、その夜ライビンドをひそかに逃げ出し、声をかけてくれた紳士、多分あの頃50歳中頃の年齢だったと思いますが、彼を頼って彼の案内でラボアにたどり着いたというわけです。1950年の確か5月の頃だったと思います。
そしてラボアの皆様のご厚意で翌年の4月までジャミアで勉強させていただきました。以来50年のつながりになりますが、いまだアハマディアの人たちの中に悪魔なるものを見たことがありません。それどころか誠実な人たちがたくさんいることを知りました。今日ここにお集まりの人たちも誠実な人たちばかりです。昨日どなたか演説の中にありましたが、誠実という特性はお金や地位や権力に勝る人間の最高の財産です。そしてそれはジャンナットへの無条件の入国ビザです。私は今回アッラーのおぼぼしめしにより総会に出席することができ、本当に喜んでおります。この感動を日本の仲間に正確に持ち帰って伝えたいと思っております。日本は工業国で経済大国だという認識されていますが、イスラムという文化についてはほとんど無学な状態です。したがって中東政策ではアメリカの意のままに動かされているところが多々あります。今後これを正していかなければならないでしょう。最後にアハマディヤが提唱するイスラムルネッサンスカラファット制度がますます発展することによって、人類の社会が平等になり、国境を越えてますます仲良くお付き合いできるようになれることを期待しております。そしてもう一つ付け加えさせてください。それは一昨日図らずも私は50年前に見たザフルラーカーン教の邸宅と再会できたことです。この広大な邸宅は英国のスチュワード朝のスタイルとムガール朝の建築スタイルがミックスされたマナーハウスです。50年前は畑の中に壮大な館がポツンと一軒たたっていただけで、他に何もありませんでしたが、今はその前の通りは賑やかになり、人家も